お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人。お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。ごく
死者。ようだな。じゃあな。
潜むようじゃのう。ほう、貴様、どうやら鬼の腕欲しく、ちょうどまさだった敵取らせてもらうぞ。Yeah!
生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。逆たぶりよな。
逆たぶりよな。おい、逆たぶりよな。おい、逆たぶりよな。おっ、そうっす。親は絶対逆らうことは許されん。守れておらん。戦は野良犬だった。
参る。坂田武将の、おい！坂田武雄の、おい！決心！坂田武雄の、おい！坂田武雄の、おい！
Oh!
肩ぶりをな。おい、逆たぶりをな。おい、